はい、どうもおじさんです。こんにちは、お疲れ様です。ということで、今日から仕事なんですけども、ちょっと軽く修理してから出発しようと思ってちょっと出てきました。天気もいいんで、すごい天気です。ほら、青空、トレーニングされております。はい、ということで昨日結構歩いたんで体が痛いです。すごくいいです。でね、何をやろうとしてるかというと、止めました、ちょっと撮影するために、うるさいんで。でね、何かというと、じゃん、これここが亀裂が入ったんですよ。でダクトテープで止めたダクトテープ、熱でやられてます。もう1日ダメになってる。でまず取ります。要はね、サビで、どうしようかな、 こうやるか、映ってる、ここ、あれ映ってないな。どうしようかな、これどうだ、見えないな。今ね、いいとこ探してます。どこがいいかなと思って、ないなないなみたいな、どうしよう。どうだ、これで映ってるでしょ、これね。ここがん、なんか振動がすごくてブルブルブルって、どういうことかというと、エンジンかけますよ、ね、このマフラーのところの振動で、ここがすごくてブルブルブルって揺れるんですよ、こういう風に。これ取れた取れました。なんでとりあえずダクトテープで止めるというやばい技を使ったんですけど、ダクトテープは熱に弱いんで粘土化してます。なんでまず取ります。取れるかな、ダクトテープつけない方が良かったかなちょっと後悔してます、ダクトテープをつけて。実はおじさん、あれがいるな、道具が。ちょっと取ってきます。やっぱここね、風がすごいんで、あ、どうも、これね、すっごい、あ、取れる取れる、取れてます。でもまあダクトテーブルの すごさ、とりあえずこの一番暑いところでもとりあえずどうにかなってくれてっていう、ベトついてます。でこれね、ほら、ここに亀裂入っちゃったんですよ。そういうこと。だからとりあえずダクトテープで止めてたんですけども、何をやろうとしてるかというと、こういう感じでしょ。持ってきます、秘密兵器。はい、どうも。とりあえずちょっと軽くね、軽くこすってあげようかなと。まあパイプはね、変えなきゃなんないなと思ってるんですけど、とりあえず今回は時間ないんで、今度変えます、オーダーします。これはね、ウォーカーの4万シリーズの内側のダイヤメーターが1インチなんですよ。だけどなかなかなくて、売ってない、探してます。まあ売ってんのあんだけど、このセットのやつね、高いんですよ。だから安いのをチープなところで、もう消耗品なんで仕入れようとしてます。
まあちょっといろいろ考えてて、このこっちから出すんじゃなくて内側に通すっていうアイディアも実はあって研究してるんですけど、それもまあまた今度。なんせこの仕事してるとこうじっくりここにいるときにじゃないとできないんで、まあいたんですけどじっくり、1月なんで寒くて何もできない投資する状況、なんでまた今度ね、春ね、春の目標かなと思ってるんですけど、よくここまで持ったなとは思うんですけど、ここまでね、まあこれいいでしょ、ここでね。要はね、何をやろうとしたかと、これじゃん、タイガー、これでしばらく様子を見ようとしております。要は熱で固まってくれるってやつね。行ってみます。うまくいくかどうか分かんないけど、タイガーどうやるんだこれは。これは昔スバルで使ったことがあります。あ、こういうやつね、多分ね全部いらないな、取っとける、予備。でどのぐらいいるかな、こんな長いです。ただこんな長くはいらないと思うんで、どのぐらい使おうかな、半分ぐらい、半分もいらないかな、でこんな感じなんですけども、どっちが感じで、表と裏があると思うんですよ。でちょっと粘着面、なんか説明書、なるほどね、ちょっと温めてちょっとほわっと温かいところで巻いていくとついてくれるらしいんですよ。もう冷えすぎたな冷えすぎたなみたいな。本当はねここがねこうなってくれるといいってことね、なるほど。まあ、なるべく無理がかかんないように今ちょっとパイプの角度を調整してますんで、まあ、どっちにしろただ振動がすごいんで、ちょっと張ってみます、どんな感じか。
全然寒いというか冷たいと全然粘着力がないですね。こうそういうもんすか、これは。表とか見てます、読んでます。何を見てるかというと、なんか表裏あるのかなと思って見たんですけど、特に表裏はあるとは書いてないですね。ただ熱でどうも接着するようなんですよだから初期の熱が必要だみたいな、そんな説明が書いてました。初期の熱ね。一応チェックしてます。もう取れてますよね、多分ね。OK、じゃあちょっとエンジンをかけて初期の熱を伝えてみます。手で押さえてます全然つかないですけど、こんなもん？粘着力ゼロ？ついてきました、熱で。なるほど。多分ね、ヒートガンで炙るといいと思う。今やって分かった、エグゾースト熱でも接着してきてるけど時間かかる。だから多分これの場合はこうやってやって、なんかで押さえて
針金かなんか、それが必要ですね。ちょっと針金使うか。やば、これ入っちゃった手袋あ、取れた。針金あったはずなんでね、針金持ってきます。はい、どうも。ということで、これね、というか暑いです。夏夏というか夏までは行ってないけど、すごい暑い。で、今回これ久々に前やったんですけど、分かったのは、押さえないとこうやってくっついてくれない。だから次は針金とヒートガンがあればよりよくできるかなと思ってます。まあ、針金かクランプね。あ、クランプが一番いいですよね、本当はあればね。だけどないんすよだからこれで即興の技で、熱で要はそのなんていうの、多分縮むんでしょう、縮むような感じ、熱で縮んで密着するまではこれで抑えるみたいな、そういうアイディア、それがおじさんのアイディアです。こうやって排気パイプに密着させて、これも今あるものでやってます。技あるものでどうにかするっていうおじさんの考え方。で、これは届かない。こうやって密着させてれば、その熱で縮んでくれる、多分それで張り付いてくれる、うまく、そう思っております。どうでしょうか。じゃあちょっとエンジンかけてみます。どうでしょうか皆様皆様、いや、あ、やばい、取れてる。多分ね、熱が足りないこのジェネレーターだと。本当の車のエグゾーストぐらいの熱気じゃないとなかなか固まんない。まあ暑いけどこんなもんなんですよ。こうやって触っていられるぐらいの温度。どうかな、わかんないな。まあしょうがない。仮なんで、とりあえず。
しょうがないってことにしましょう。はい、どうもおじさんです。これの弾を変えてます。マーカーライトで、さっきからこうやって取ろうとしてんだけど取れない。でこれちょっと危険なんだけど、まあこれでやろうかなとしてます。どうだ、ショートしたらやばいな。大丈夫か。あ、取れた。これ今度 LED ですね。 LED にしようと思ってます。で予備持ってんすよ。前これ車検通んないんですよ、これ切れてると。マーカーライトでそんな高いもんじゃないだろうと思ってプライムで変えてもらったんですよ。これ変えてくださいって。そしたら80ドルぐらい取られた。これ変えるだけで60だったから、だから買いました。これはね、弾がたくさん入ってて予備なんですけど、ほら、もう使ってる何個か。でこれで確か9ドルぐらいね、自分でやるとそのぐらい値段が違います。まあしょうがない、人に頼むとそういうもんなんで。着きました。可愛いでしょ、クリスマスライト。着いた。反対側も変えよう、せっかくだから。はい、どうも。こっちはさっき変えようと思って開けたんですよ。そしたらついた。だけど多分フィラメントが接触してついただけだと思う。あ、やっぱまた消えてる。なんで取ります。割れないことを祈ってんすけど、割れないでちょうだいみたいな。取れたね。だけど本当こういうのって役に立ちますよね、ポケットドライバー。これがね取れない、硬くて。豆電球がね、ついた。 OK、 つきました。 OK、 そんな感じです。一応出発できそうです。それではどうも失礼します。はい。